倒産する会社と、そうですね、生き残る会社の違い、まあ、そういうところですよね。はい、まあ、何がそういうところなのか知りたい方はね、動画説明欄から吉谷さんの動画見てみてください。で、今回私はですね、ネットビジネスが怪しいという人の行動と心理についてちょっとお話ししようかと思うんですよ。で、その前にね、私がネットビジネスについてどういうふうに思っているかってことなんですけども、まあ、私にとってネットビジネスっていうのはまあ恩人ですよね。まあ、私の苦境を全て、捨て去ってですね、で、私の今の全てのものを持ってきてくれたのがネットビジネスです。まあ、資産もそうですしね、それから可能性もそうですし、いろんな力もそうですしね、影響力とか、それからそうですね、多くの人ですね、こういったものも全てネットビジネスが私に全てをね、与えてくれました。だからね、私はね、ビジネスが私を自由にしてくれたっていうキーワードを作ったんですよ。これ正確にはネットビジネスが私を自由にしてくれたっていう形なんですよね。それまでのリアルビジネスは何一つ私に与えてくれませんでした。で、私に力量がなかったといえばね、それまでなんですけども、まあ、私からね、あらゆるものを奪っていったんですよ。そして私の会社ってのは、今までずっとね、それまで2013年までリアルビジネスだけをやってきたんですけども、でも私の会社は未だに存続してるんですよ。それはリアルビジネスからネットビジネスにシフトしたからなんですよね。もう本当に変化したからなんですよ。それまでの店舗とか会社っていうのは全て従業員も込めで全部ね、捨て去っていったんですね。で、もちろんネットビジネスについてこれる人はうちの会社でずっとね、お付き合いができたんでしょうけども、まあ一人もいなかったっていうのがね、現状ですね。もちろんネットの教育はしたんですけどね。で、この辺でネットビジネスがなんでね、怪しいと言われるのかってことをちょっとお話したいと思うんですけども、ネットビジネスを怪しいという人は、自分で検索したり自分でいろんなものを確かめた結果、怪しいものしか検索できなかった、怪しいものしか取引できなかったということなんでしょうね、きっと。だってネットっていうのはリアル以上に無限な空間があるわけですよ。何を選択して何と一緒にジョイントするかっていうのは自分で決めれるんですよね。ということは、怪しいものばかりをクリックして、怪しいものばかりを購入すれば、怪しいという概念しかできないんですよ。でも私の場合は、まあ、少なくともですね、今までネットビジネスと言われる世界で購入したコンテンツってのはたった2つです。まあ、1つはね、私にジュカオ・ヒデトをはじめインターネットビジネスの基礎を教えてくれた、まあ、そういったね、当時でいうネオヒルズ系の講座があったんですけど、それですね。私がクレジットカード2枚を使って最後の借金をして買ったものです。これがもう本当にね、その頃の2枚40万ぐらいでしたかね。それは本当血の出るような思いで出した金額ですけども、今となってはただ同然ですね。相対的に無料に等しいですね、その40万。そしてもう一つ購入したのが、与沢翼さんのね、投資のスクールです。GWBS。これはね、私に投資の基礎、そして応用を全て与えてくれました。私がね、投資で失敗しないのは、この与沢さんの、まあ、教えがあったからですね。これ本当にその通りだと思います。ただね、与沢さんの教材を買ってうまくいかなかった人は、与沢さんがインチキだというふうな、そんな回答になると思うんですよ。で、私の場合は与沢翼さん以外の投資コンテンツというのは買わなかったんですけども、まあ一発一中でしたね。で、まあ唯一ね、なんだこれはっていうのがマトリックスですよ。マトリックスアフィリエイトね、2チャンネルのアクセスを自分のブログにこうね、流し込んでくれるっていうね、そういう触れ込みだったんですけども、途中でトンズラするわけですからね、とんでもないやつですよ。まあでもね、それも込みで、うん、私は大きな学びができて、大きな縁ができました。ちなみにマトリックスアフィリエイトで詐欺にかかった人っていうのは、まあ一定数いたわけですけども、私はその頃速稼塾ってものがすでにね、名前が出てたんで、そのね、マトリックスアフィリエイトのセミナーかなんかに出た時に、まあいろんな質問したわけですよ、目立とうと思ってね。で、それも成功して、それことが終わった後にね、マトリックスアフィリエイトで集団訴訟が起きるとかなんとかっていう話の時に、久保さんどうしますみたいな感じで連絡をいただいて、私はまんまと速稼塾の塾生になっていただいたということでございます。もちろんその時塾生になっていただいたには、いただいた方にはきちんと儲けていただきましたけどもね、ということでね、私はネットビジネスについて怪しいというふうな概念は全く持ってないです。むしろネットビジネスを通じて会った人からは多くの学びやね、感動とかね、それから共感とか信頼をいただきました。まあ吉谷さんもその一人なんですよ。まあ、ですんでね、吉谷さんを怪しいと思う人がいるとすれば、それは見る人のフィルターが曇っているとしか私は思えないですね。まあ、今回のまとめですけども、その情報誰がクリックしたのってことですよね。
別にね、ネットビジネスっていうものがわざわざあなたのところに来たわけではないんですよ。あなたがパソコンを開いて、スマホを開いて、検索かなんか分かりませんけども、勝手に選択してたどり着いたのがそれだったんですよ。だからそれが詐欺なのか、それとも誠実なものなのか、全ては自分自身でたどり着いた結果ということなんですよね。ここをね、やっぱり、ごまかしちゃいけないんじゃないかなと思います、うん、なんかね、売り込まれたみたいな、買わされたとか言いますけど、どういうことなんだと思うんですよ。買わされたってね、別に画面閉じればいい話なんですよ、ね、目の前に人がいるわけじゃないんで、まあ、目の前に人がいても断る自由は自分のものですからね、うん、まあ、ということでね、詐欺師はいなくなりません。詐欺師を選ぶあなたがいなくなればいいだけです。これどういう意味かっていうと、自分は詐欺を選ばないようになるってことですよね。そうすることによって生き残っていける人になるんではないでしょうか、うん、生き残れない人っていうのは結局生き残れない選択をしてるんですよね。と私は思いますけども、いかがでしょうか。いってらっしゃい。